どうも皆さんこんにちは、渡辺です。美咲です。はい、よろしくお願いします。お願いします。今日もじゃあ美咲の部屋ということで、はい、今日は、ロープ編みをちょっとやってみたんですけど、はい、美咲さんがこうセルフでね、またね、はい、あの普段こうロープ編みをするときに結構こう緩んだりとか、なんていうんですか、バランスがおかしくなったりとかするんですけど、今日の方法は緩まない、はい、なんかこう形が綺麗になるロープ編みの裏技テクニックをやってくれてますので、いつもこうロープ編みでなんかあんまりバランスが綺麗にいかない方、よかったらこの方法でやってみてください。はい、はい、どうぞお願いします。それでは動画スタート。まずシアオイルをつけていきます。全体的にまず毛先中心につけてまとまり感を出していきます。サイドの髪の毛を取り分けていきます。反対側も同様にサイドの髪の毛を取り分けます。サイドの髪の毛を後ろにまとめていきます。で、ゴムで結んでいきます。耳後ろの毛束をだいたい3センチ幅で取り分けていきます。反対側も同様に3センチ幅で取り分けていきます。後ろでまたまとめていきます。ゴムで結んでいきます。表面の毛束を内側の空洞の中に入れていきます。表面の毛束をもう一度内側の空洞に入れていきます。ゴムの部分を持ちながらほぐしていきます。毛束は2ミリぐらいの間隔でだいたい3箇所ぐらい出していきます。トップの部分を少しだけボリュームを出していきます。最後にゴムの部分にヘアゴムをつけていきます。ゴムを隠すようにつけてバランスを整えたら完成です。はい、こんな感じで仕上がりました。バランスのいいロープ編みのハーフアップアレンジになります。よかったら参考にしてみてください。